てんてててててれれれてれれれれてんてれれれれ。アフリカはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、湯豆腐にはポン酢でしょうです。アフリカクリスマススペシャル、アフリカ最後の秘境2夜目です。今頃カップルたちは仲良く手をつないでデートでもしてるでしょう。今パソコンあるいはスマホでこの動画を見ているそこの君、寂しくないか？世のカップルたちは幸せそうだぞ。僕と一緒に呪い殺してやりましょう。では2夜目スタートです。ダンテルルルテテテダンテルルルテテテン、ジャンボー、よーし、やりたくないねやりたくないね。ただもうあれだから、もう今日でラストですから。クリスマススペシャル2夜目ですから。もう1夜目パッとしなかったなとか思うかもしんないだろう。2夜目もパッとしねえかんな、きっと。そこは期待すんなよ、一切期待するなよ。よし、やっていくぞ。今どうせこれ見てんのあれだべ、寂しい男子ばっかだろ。仲良くしようぜ。はい、ということで今日この面白顔ランキングに載せたいというらしいハーテビースト、これをね真正面から撮るらしいんだよね。ビシッと撮ろう。これがクリスマススペシャルの花になるはずだから、メインだから。写真は持ってない。よし行こう。よし行くか。今日は俺の運転だ、行くぞ。運転の仕方が慣れない。多分ヘロマコは、ヘロマコだっけ、あの湖付近にいて、面白動物がいるはずなんだよ、あのトナガイみたいなやつ。だからまずヘロマコに向かおうや。ヘロエコに着きました。ここでは面白動物を探さなきゃいけないと。ここの横にいるのはちげえよな、あれ違うよな、あの逃げてって、あれは違うな、明らかに違うな。もうちょっとこう迫力のある動物だったもんね。そう、まずそれを探さなきゃいけないんだ。大変だな、面白くねえもんな。だいたいさ、クリスマスにさ、このゲームやって喜んでる人いる？いないでしょ。あの黒いのなまら怪しくね？ちょっと待って、怪しい、なまら怪しい、いきなり発見したっぽい。おう、ちょっと取ってくるから待ってろ。これ怪しいぞ、怪しいぞ。あれなんだ、あれなんだ、バッファロー、何これ、ちょっと違うね。奥の方にいるやつ、なんか黒と茶色だね、なんか茶色っぽいもんね、確か。近づいてくんなよ、怒んなよ。正面からって言ったな。一緒かこれ、今日顔長くねえな。別かこれ、別っぽいね。なんかちょっと肌の色は違うけど、あー違うな。違うな、違うな。ただまあちょっと正面から撮っておきたいね。おこれ近づいたら殺されるよな。よしよしよし、いや優しい顔してたね、優しい顔してた。だターゲットじゃないな、これではないな、面白動物は。もうちょい探さないとな。お、なんかいるぞ、なんか猿かな、あれは。
猿っぽい何かがいる。猿ですね。一応取っときますか。逆光だね逆光だね。まあ一応取っとくか。よし、ちょっとこっから徒歩で移動しましょうか。え、名前怒られてるけど。よし、ちょっと怒られちゃったら、ちょっと車で移動しましょうか。車で奥の方まで行ってみましょうか。あれはカバさんじゃないですか、あの水辺でのんびりしているのは。よし、じゃあちょっと写真撮りますか。この距離だったら邪魔にならないで。あ、気持ちよさそうですね。はい、バシッと。面白顔の動物なんていないぞ。こいつらじゃない？顔長いよ。顔長い長い長い。どうやって正面に回る？これ歩いて近づくのも限界あるよな。うわ、逃げられる。ごめんねごめんねごめんね。いや、わかんない。ただ面白いか、こいつら、こいつらの顔面白いか。いや、ただまあアフリカというゲームを考えたら面白さあるのかもしんないけど、あ、こんぐらい。あ、どう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 。あ、もうこれでしょ、爆笑もんでしょ。はい、爆笑。よし、多分いいぞ、多分これで合ってるぞ。これでミッション完了じゃないか。送ってみよう。はい、どっちの方がいいかな。これにしましょうか。これ、はい。おい、クリア。俺どうよ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 。じゃあ終わるから終わるからね、終わるからね。これなんていい写真だよね。これすっごくいい写真だよね。いかがだったでしょうか。面白くなかったでしょう。これがアフリカです。クリスマスが終わればすぐに年越しです。年越しそば、細く長く生きようってことで食べますよね。マノッチは昔、うどん食べたいっていう理由で太く短いうどんを食べました。その年に身内3人死にました。実話です。クリスマスを幸せに過ごしたリア充の皆さん、うどん食べてください。